差をつけるなっていうの。はっ！全然足りない。はい、足りない。すごい難しいというか、なんか、ちょっと。仕事しろよ。うん。PPT を受けてたのか。あ、そういうこと。だとしたら、どうしたら面白がってもらえるかって話なの。そういうこと考えてる今。え、ダメかな。あ、別にいいと思うんだよね。その波に乗っちゃうことに罪悪感を感じる必要は全くない。その正解ってなんだろう。正解って22ってことかなみたいな、なんかその、いやそういうことじゃなくてみたいな。いいと思う私は。わかんない。まあ、分かった。分かったから、ちょっと話を聞け。カキだって時には休まなくて。そうだろうね。次の波の時並みに体力を蓄える。お母さん、食事を。入っちゃダメよ。水が垂れてるじゃないの。素晴らしい。入っちゃダメよ。水が垂れてるじゃないの。お坊ちゃまが上で寝ているのよ。ああ、分かったから。っていう。お前多分何の用ってなってる。もう全然決めた方がやりやすいけど、同じ言い方であっても決めるところは決めるから。あなたに向かって少し話をしようと思うわ。始まったんですね、あなたも。私は今、あなたに真面目な話をします。何のよって、その、こう引く。私、叱った。それから働く喜び。外で人が叫んでおります。顔を拭いてあげる。しかし、まあ、とにかくオスバルトが戻られたら気をつけになるんですが、じゃあまた後で。マンテルスは帽子を取り、玄関ホールへのドアから出ていく。わかりました。どうですか。自分が今、っていうような感じで、なんか知ってるんだけどちょっと合ってるっていうぐらいの感じの時の発音に近い。太陽で合ってるっていう感じ。太陽をください。
そう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 、なんか現れてるから今日は特にこうなんだ。今日ひどかったんですね。見てじゃあ知らないそしたらってちょっと思っちゃう途中で結構使えると思うので、なんか言葉を当てるのもすごい今日は。いや、でも飲むよ。
we can pick up this and turn it upside down on the door. Oh, But if you have any problem, do you have my telephone number written down? I have. 気持ちも本もそうだし、あと腰が引けてるんで、そうじゃなくて、何とかそのなんかこういうことやってもいいかもしれない、うん、我が身を奥様をお呼びいたしましょうか。それより気をつけておきましょう。いやー、座っちゃえ。アルビング、それくらいに見えたんですよ。本当にバカだ。オスバルは私に似てるんですよ。いやあ、の口元の唇あたりハルビングそっくりだ。口になってるんだろ。ふわっと風吹かしたいなと思って声がいいみたいな。え、ホリーだ。いや、トゥーテイルキルヤジャストメント。ここね、さっき登っていく分かりにくいんだけど、ここ螺旋ないよね、さっき、はい、これ一瞬隠れて行ったりしたりしちゃう。I can show them, okay. You know. My name is Kine. Can I ask you? Yeah.
I want to know. その山だと手前左側の山をちょっと手前に移動しよう。これ。Och så sätter vi en long channel. さんだとちょっと、はい、あまりにもひどいので、これ呼吸があるから、ここ音楽と一緒なの、あれ、落ち着かれてよかったんだよね。全般的に。Very much for the introduction. I mean, to some extent, we're just hoping for a discussion and see what arises. やりながら見ていて、お客さんがすごく集中して、しかもそれも字幕とかじゃなくて、役者の呼吸とか、感情とか、そういう体にね、の変化についてすごく繊細に受け取ってくださってるようなように感じたので、そこは僕にとってすごく驚きであり、発見であり、喜びでした。ちょっと空気を送り込みたぐらい。するあ、名古
界でいう名古屋港で。あ、これ夜だって。参加作品なんとか無事に、まあ成功と言っていいんじゃないですかね。あのお客さんにも非常に好意的に受け止められましたし、あえて日本語が通じないお客さんの前で作品を上演して、しかもイプセンの国であるノルウェーでイプセンについての、イプセンの作品を上演するということで、まあ何人か友人も見に来てくれて、オスロのノルウェー人で、まあ、最初は字幕を見てたけど、字幕を見るのをやめた時に、やっぱりその体から伝わってくるものっていうのがやっぱすごく繊細で、訓練されているし、すごく声とか、もうすごく制限された動きとか、僕らが一番大事にしているものについて非常に見たことがない、こういうものだから、その経験に判断はできない、良いとか悪いとか言えないけど、とにかく集中して1時間40分飽きずに見られたし、もっとちょっと見てみたいっていうようなことを言ってくれた人もいたし、あと日本人でノルウェーにいる人たちも見に来てくださって、まあ偶然見に来てくださったみたいな方も、ね、情報を見つけていたんですけれども、まあ、みんなすごく喜んでくれて、あと本当に感動したのは、ホテルでチェックアウトとかしようとしてる時に、もう本当に突然後ろからコングラチュレーションズって言って話しかけてくれる人がいっぱいいっぱいいたんですよ、本当に、うん、街中で、あと2日目のオーラフェスでラグビーが終わって、みんなでご飯食べて、お酒、まあ、ちょっとだけ飲みに行こうって言った時にも、なんか窓の外を通りがかったノルウェー人がフラッと入ってきまして、ね、沖戸さんってオスバルっていう息子のね、病気になっちゃう息子の役をやった人のところにまっすぐ行って、いや実は僕もオスバルをやってたんだ、まあ、聞いてみるとナショナルシアターの俳優さんだったんですけども、ですごく君のオスバルがすごく刺激を受けたって、わざわざ窓の外を掘って見つけて入ってきて握手をしてっていうことをやってくれたのはちょっと正直驚きました、うん、だってね、気づかないと思うんですよ普通まあ日本人少ないのかもしれないですけど、でもやっぱり覚えてて、うん、まあ、僕ら常日頃から腰とか腹とか丹田とか日本の文化のこととかを非常に大事にして意識的にトレーニングをしているので、それがそういうことを、そういう前提を知らない人にもそれが伝わって何かしら感じてもらえたのだとしたら、やっぱり僕らがやってることは間違ってないんだなというか、まあ、この世界に通じるっていう方もちょっと届くかと思うんですけども、なんかそのやっぱ届く何か深いところに届くことをやってるんじゃないかなっていうことについて、うん、手応えを感じました。ありがとうございます。ありがとうございました。はーい、ではまた。まあ、イプセンの国っていうのを味わえたのは良かったというか、はいはい、まあ、昔とは全然違うかもしれないですけど国の情勢とかなんか、うん、今すごい裕福な国ではあるけど、ちょっと自分の中ででききれなかったことが、まあ、多々あったんで、うん、もし次同じ作品でもまたノルウェーでやるっていうことに関しても、うんうん、もっとなんか違うアプローチで、うん、お客さんにもっと向けてやっていけたらいいなとか、うんうん、
そういう意味ではすごいいい経験させてもらって、うん、よかったね。よかったですね。でもなんかこう意外にそのみんなかなり集中して見てくれて、うん、でなんかこう静かだしあんま動かないしっていう、そうなんかこういう芝居見て途中で飽きちゃうんじゃないかなって思ってたけど、うん、あの案外そうでもなかった。割と見てくれたんだね、うん、それは本当になんかすごく嬉しいなって思うし、うん、まあでもどういうところにこう引っかかってくれたかはちょっとわからないけど、はいはい、そこは良かったのかなって思う、うんうんうん、すごくこう集中して見てくれて、かつ言葉がやっぱり字幕でもあるので、うんうん、あ、そうか、テンポは1個遅れるんですけど、うんうん、ああ理解してるというかその、うんうん、字幕を読んでの意味だったりは分かった上で、うん、なんだろう、こう会場の空気が、うん、変わっていくのを、はいはいはい、進むにつれて、うんうん、上演のすごく肌で感じてたっていうのは、全くその自分たちを知らない人たち、うんうん、でもすごく興味を持って、うん、なんだろうこれはっていう風に見てくれてるのとすごく似てるというか、はいはいはい、感覚を私は受けて、うん、あ、なんだろう人間が同じ人間だなっていうのをすごく感じました、うんうん。しかもイプセンの作品をイプセンの国のノルウェーで日本人が上演するっていうことで、かなりこう自分でもすごい難しいチャレンジだなって思ったんですけど、だからあこういうところで笑うんだとか、こういうところで反応するんだっていうのはすごく思ってやりながら、あなんか新鮮な感覚でしたね。それは私が俳優として何を伝えることができるのかっていうことをすごくこうなんか目標というか挑戦、いい挑戦だったなと思います、はい、やっぱ同じホテルの人とか会った人に良かったよって言われて、うん、ああそういえば声かけられた、そうなんですよね、それがやっぱり、はい、嬉しかった、ね、手応えは自分の中でやっぱり、うんやっぱ必死なので手応えはなかったんですけど、まあ見てもらった人がそう言ってくれるのがやっぱ本当ありがたいというか、やっぱ自分が試したいと思って行ったことの成果っていうのはあったんじゃないかなとは思います。イプセンフェスティバルノルウェーということで、なかなかやっぱり演劇人としてうん、うんない機会だと思うんですね、そういう出演できるっていうのは。で、やっぱり普通のことをするともう負けるなっていう、うんうん、勝ち負けじゃないですけど、それはもう向こうの人ももっと上手い人がやってるのも見慣れてるだろうし、まあ僕が言って何ができるかっていうので、まあ見たことのない僕の役だったらマンデルス、はい、うん、幽霊をこんな風に日本から来た劇団をやるのかっていうのを、まあ、残せればいいかなっていうので、芯のあるというか形のあるものを提示して引き込ませることができたんじゃないかなっていう、これはちょっとあります正直。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。いいですって。Sounds in my head.